猛将たちの活躍で古老間の戦いは連合軍の勝利に終わった。董卓は洛陽を捨て長安へと逃げ延びるが、そこで呂布に討たれる。一方で皇帝は董卓の残党の手に落ち、天下は混迷を深めていった。この混迷の世、劉備は数年にわたって流浪することになる。その中で劉備は徐州を治める刀剣を助け曹操と交戦。徐州に入ると劉備はその人望から刀剣に徐州の地を託される。その後呂布に徐州を奪われるも、曹操と共闘しこれを討伐。再び徐州を得るも、今度は帝から曹操暗殺の密命がもたらされる。しかしこれが曹操に露見。曹操は劉備を討つべく軍を起こした。劉備と曹操の運命は複雑に絡み合い、劉備を表舞台へ駆り立てる。劉備、関羽、張飛は曹操の猛攻から徐州を守れるか。張飛様のお出ましだぜ。袁紹殿の力添えのおかげで徐州に地を得た。しかしまたも私たちは追い立てられるか。曹操、己の野心のために兵を動かすものだったとは。曹操軍を率いているのは閣下という軍師。先方はすでにこの地に入り込んでいる。おそらく増援も続々到着しよう。結局私はこの地に戦果を運んだだけか。うじうじしたってしゃあねえぜ兄ちゃん。相手が来るならぶっ飛ばすまでだ。この縁飛と張飛、どんな戦も負けやしねえ。これ以上徐州を荒らされてはならぬ。何をしてもあまり切るのだ。兄者の大使、我ら兄弟が支えよう。準備は良いか。当たり前だぜ兄者。徐州は俺たちが守り抜いてやら。曹操軍はすでに城内に入り込んでいる。侵入した敵を片付けましょうぞ。このウブイソフト、厳正なる勝負。よくやってくれた。よくとけ。どんな取り移るぞ。ここは引く。殿から先方を任せていただく。それだけ必ずや全うせねば。このままではキリがない。この手段はないのか。マリア、ここには石の仕掛けがあったよな。あれを使おうぜ。それほどよく気がついたな。よよし、面積装置の元へ向かおう。されていたか。
を起動させよう。劉備様、維持軍が敗走しました。武士の象徴が曹操軍の手に落ちた模様です。曹操軍は二手に分かれ進軍中、こちらへ向かっているとのこと。出るかよ。北と西、二方向からの援軍、宝石機の建造、三箇所からの攻撃を防がねばなりません。ならば、私は北の援軍を迎撃しよう。軍長は西の援軍を。俺は宝石機を頼む。宝石機なんざ使わせねえぜ。出来上がる前にぶっ潰してやら。そういや、はしごをかけられる場所があったな。あそこから近道できそうだぜ。なんだ貴様は。何をしに来た。てめえがいると近道できねえだろ。さっさとどけない。はしごはかけられるってもんよ。さすがはよくとくよ。おっと、あんたどこからここに来た。あんた、でもいいけど邪魔はさせねえぜ。ここに獲物がいるってのは分かってたぜ。あ、おとなしく狩られるんだな。根性入れ直してやる。今日はダメだ俺。楽しみ的にまた頼むわ。敵将撃ち取ったぜ。奴らの企みは潰せたみてえだな。俺様にかかればこのくらい挟みしまえよ。伝令です。関羽様が西からの曹操軍を撃退しました。伝令、劉備様が北からの曹操軍を撃退した模様。あっちも片付いたか。これで一安心だな。閣下様より伝令、前線の兵は一旦撤退せよとのこと。閣下殿のこと、何か妙案がおありなのです。ではここは一時撤退しましょう。伝令、曹操軍の指揮官閣下が到来した模様。ここで引くな。覚悟しやがれ。落ちねえな。城と邪魔にする両方燃やすと。後でよろしく頼む。ロフトクに分かった。何か始める様子。現在はよくとっとと明日の太陽を頼む様子。軍長は北の隊に向かうのだな。分かった。準備考え、気をつけて当たろう。一人で現れると面白い。わしが相手になってやる。策の練り直しだ。
この首もらい受ける。いざ。という武勇、敵将討ち取ったぜ。相手もなかなかしぶとい。残りの部隊に対しちゃった。こっちにはこの延期と長期様がいるんだ。曹操軍の思い通りになんかさせっかよ。よくやってくれた、よくとき。だな、この調子で共に女子を守り抜こう。さすがは欲得よ。神の平穏を取り戻さねば。